はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キララファンタジアを始めていきましょう。夜も来るとは感心感心。けど無理は禁物だからね。気合い入れる。さあ、トレーニングの結果です。さすが私の生徒たちです。いい感じよ。いい運動になったわ。少しは痩せたかしら。すごい、よくできました。私は八神子、ゲームのキャラクターデザインをやってるんだ。里へ行ってこれを回復。おっと、レベルアップできない。キセイさんもレベルアップしたいが、それもできないってわけで。すみません。おお、グッジョブ。なかなかやりますな。せっかくなら、クエストですね。こちら見ていきましょう。異世界でウサギですか。槍納めですね。槍納め。可愛い妹たちのためなら何だってやる覚悟があるよ。ん？私にちゃんとできるかな。さあ、後編ですね。こちらを進めていきたいと思います。この属性ですね。この属性、一人だけ赤がいます。感じですね。そして助っ人ですが、助っ人は誰かな。この人にしましょう。ボイスを忘れていた。長引きそうかな。さあ、アクション。さあ、これで次の場所です。オッケー。
この豆は酸味もコクも控えめですっきりしていますね。コーヒー豆ですね。コルクとこっちの豆で入れたコーヒーは香りが華やかでコクも苦味も強いです。これ私のオリジナルブレンド、飲んでみて。お、近い。これは味と風味のバランスがいいですね。よかったら配合を教えてもらってもいいですか？うん、後で紙に書いて渡す。なんかコルク、コルクさんに相談してよかったです。豆もたくさん用意されていますし。私もチノとコーヒーの話ができて嬉しい。ボルカは苦いのがダメで飲んでくれない。ちょっとなんかうちのココアさんも まだコーヒーの味の違いがわからないんですよ。なんかそんな感じはしますね。今度豆の買い出しに行くけど、チノも一緒に来る？いいんですか？近くの町だからチノの体力でも多分大丈夫。ぜひ行きたいです。それでいつ？お？チノちゃん！ココアだ。ココアさん？やっと見つけたよ。帰りが遅かったから心配して迎えに来ちゃった。まあ血の思いなんでしょうけどね。ああ、コルクさんと話し込んでいたので全く気づきませんでした。もう門限は守らないとダメだよ。あーと時間を費やしちゃったみたいですね。門限って子供じゃないんですから。そもそも門限なんて決めてないじゃないですか。でもほら暗くなってきたから早く帰らないと。私はもう少しコルクさんとお話があるので、ココアさん先に戻ってて大丈夫ですよ。あ、それでコルクさん、さっきのお話なんですけど。チノちゃんが、チノ、ココアの様子が変。え、チノちゃんが反抗期だ！なんでそうなるんだよ。ええー、びっくり。くれちゃったよ。不良まっしぐらだよ。そんなんあるかよ。私を子供扱いしておいて、どっちが子供なんですか。私にちゃんとできるかな。さあ、まだもう今後もうボイス付きで行きましょう。お店の内装もだいぶできてきましたね。はい、コルクさんのおかげでお店で出すコーヒーの準備もできました。新作パンの試作もバッチリだよ。オープンまではまだ数日ありますし、あと必要なことはお店の宣伝だね。そうでした。せっかくお店を開いても宣伝しないことにはお客さんは来てくれません。それなら宣伝用のチラシを作らないといけませんね。そうですね。実はこんなこともあろうかと印刷は全て済んでおります。いつの間に作っていたんですか。じゃあ早速広場で配ってくるね。ココアさん一人で行くのは。大丈夫だよチノちゃん、お姉ちゃんに任せなさい。お、パンが100個。イベントアイテムティッピーパンを獲得しました。本イベントではエスプレッソとティッピーパンがイベントアイテムとしてドロップします。集めたアイテムはコルクのとこのイベント限定交換所で豪華報酬と交換可能です。獲得したティッピーパンを限定交換所へ交換してみましょうと。この世界でも可愛いウサギに出会えるでしょうか。商店街行ってみますか。眠くはない、問題ない。
もうコロコの違った一面が見られますね。こっちは今だけ。魔法使いのブロンズスタニー中を一個交渉成立。交換するんだけど、なんだこれ、ラビットハウスの看板なんていうのがあるのか。これはまあでも外見なんでしょうね。ココアをゲットで、シオンココアはゲットできるってなってます。なんかいろいろありますね。エトアリウムなんてあるんだ。専用武器を進化させるのに必要って書いてますね。クエストキー金っていうのもあります。戦士の果実、果実で限定突破しないといけないってことですね。今のおすすめ、もう一度見てみましょう。看板があってラビットハウスの看板で交換できるみたいです。交渉成立。なるほど、パンで交換をした上で星結晶で交換するわけですよね。ニューゲーム、ひだまりスケッチ、学校暮らし、ご注射、アンハピー。1個は限度か。じゃあ、カードで交換してみましょう。交渉成立。これで、限界突破を、キャラの限界突破をして、進化へと導き出すっていうのが、また来い。情動なんでしょうね。まあ、それはともかくとして、クエストの続きを行いましょう。かわいい。この世界でも、こんにちは。後編です。この世界でも、かわいいウサギに出会う。このまま行きます。簡単に倒せるので、行ってみましょう。よし、行こう行こう。こりゃまたきつそうなのだ。もうだんだん敵が強くなってますね。行くよ、当たってください。まずはこんなクリティカルですね。さあ、チアと交代です。考えるのは後回し。でも準備いいよ。行くよ。やべやべやべ。すごいダメージ。さあ、一体だけなのがちょっと。当たってください。倒しました。勝利のポーズって、こうかな。
私にちゃんとできるかな。さあ続きを行きましょう。ココアさんは任せてと言っていましたが大丈夫でしょうか。心配ならココアさんの様子を見に行きましょうか。そうですね。オートで行きます。ココアさん広場で配るって言っていたので多分ここだと思うんですが。いました。ココア何を考えている。お、カップがあってスタチューかな。今度オープンするラビットハウスです。よろしくお願いします。行く行く行く。入れたてのコーヒーに焼きたてのパン、とっても美味しいのでぜひ来てください。ココアさん、チラシ配りは順調ですか。あれ、二人とも来ちゃったの。私一人で配るのに。いえ、チノさんがココアさんが心配だと。お姉ちゃんを心配して来てくれたの。誰がお姉ちゃんですか。一人で配るよりみんなで配る方が効率的だからです。もうチノちゃんは素直じゃないんだから。いいからチラシをください。早く配りますよ。はーい。クロニーですね、チノ。ラビットハウスをよろしくお願いします。ラビットか。あら、もうすぐオープンなの。ライネか。今度お手伝いに行くわね。ありがとう、ライネさん。近日オープンです。よろしくお願いします。よう、キララ、何配ってるんだ。お、ポルカだ。今度ココアさんとチノさんの喫茶店がオープンするの。よかったらポルカも来て。いいね、必ず行くよ。よろしくお願いします。チノのコーヒー楽しみにしてる。はい、コルクさんもきっと納得の味ですよ。うん。チノ。はい、何でしょう。チノとココアは本当は姉妹。何をいきなり。そんなわけないじゃないですか。これ読んだ。あ、そういえば確認していませんでした。ウェルカムカモーン、仲良し姉妹がおもてなしって。ココアさん、まあ、どうしたの、チノちゃん。もんじゃん。あ、どう、そのチラシ力作なんだよ。いろいろ間違ってます。何ですか、仲良し姉妹って。仲良しのとこは引っかかってるのかな。またまた、言わなくてもわかるでしょ。それに CAMOON ではなくて COMEON ですよ。はあ、やっちゃった。二人ともどうかしましたか。お店の宣伝と一緒にココアさんのうっかりが里中に広まろうとしています。え、この世界でも可愛いウサギに出会えるでしょうか。可愛いウサギだよ。さあ、風属性ですね。風
ス属性こんだけいるんですよね。これで行きましょう。さあ、風属性の面々なんですが、さあ誰を選ぶか。そろそろ簡単にはクリアできなくなってきますからね。はい、行ってみましょう。武器も結構重要なとこです。うん、レベル1武器はいいもの取ったんだけど、オープン前日、用意したチラシも全部配り終わったし、いよいよ明日だね。はい、お店の内装も完成しましたし、コーヒー豆と食材の仕入れも万端です。あとはオープンするだけですが。お、ちのちゃん、何か心配なことでもあるの？お姉ちゃんに相談してもいいんだよ。姉ちゃん、お姉ちゃんがどうこうというのは関係ありませんが、初めて自分で開くお店なのでうまくいくかどうか。大丈夫だよ、ちのちゃん。明日の段取りとか確認しよう。きっと緊張もほぐれるよ。よし、明日の段取りも完璧だし、食べ物の在庫もあるし、これで準備万端だね。はい。ちのちゃん、やっぱり緊張しちゃってるな。何か元気づけてあげられればいいんだけど。こんにちは。みんな来てくれたんだ。明日オープンすると聞いて、一足先に様子を見に来ちゃいました。ついにあの晴天にも描かれていたラビットハウスがネトワリアにオープンするんですよね。私もう昨日から眠れなくて。まったく、ランプは気が早いね。チノはどうかしたのかい？いつも以上に静かだけど。実はチノちゃん、明日のオープンを前にすごい緊張しちゃってて、どうにか元気づけてあげたいんだけど。初めて自分たちで作った店を開くんだろう。しかもチノたちがいた世界とは違うところだし、緊張するのも仕方ないよね。よいしょっと。私の頭の上に乗らないでよ。いいじゃないか、ずっと浮いてるのも疲れるんだよ。それにランプの頭の上って落ち着くんだ。ランプも僕が乗ってた方が落ち着くだろ。はあ、落ち着くわけないよ。もうマッチったら。それだ。ココア様、どうされましたか？ありがとう。ココア様が私なんかにお礼を。ですが私たち何もしていませんよ。十分すぎるくらいだよ。チノちゃん、何ですか？私ちょっと出かけてくるね。え、いやでも明日の準備がまだ。明日のオープンまでには戻るから。キララちゃん、クレアちゃん、早く行こう。え、ちょっとどうしたんですか、ココアさん。ジノちゃん、今度こそお姉ちゃんに任せて。
行っちゃった。これはケーラファインの仕事だ。ボス戦いける、逮捕する。私も体を張らないと。なんだと、すごい連続攻撃が。動きが鈍いぜ。ほら、やったな。みんなで走り抜けましょう。礼儀がなっていません。ちゃんと前を見ろ。しましょうね。ふざけたらどうなるか分かっていますね。おっと、2体倒れた。皆さん準備はいいですか？これでどうです？あんまりダメージ与えられてない。何するんですか？さてどう対処しようか。やむを得ないね。私が守る。お、危ない。あんまり役に立ってない。よし、頑張ります。やっちゃいますよ。倒しました。お前を守れ。ただ、もっと強くなりそうな気はするけど。これで終わらん気はするけどな。私にちゃんとできるかな。よかったら少し。サンキュー。おかげで助かったぜ。回転準備しているの？はい。キララちゃんとクレアちゃんがお手伝いに来てるはずなんだけど。基本的に音へ進めていきます。そういえばココアちゃんは？昨日から戻ってきていないんです。キララさんとクレアさんもココアさんが連れて行きました。まだ戻ってきてないんですか？そうなんですよ。こんな大事な時にココアさんは全くです。それより開店準備を終わらせておかないと間に合わなくなってしまいます。確かに。そうね、まずは目の前のことから片付けましょう。遅いですね、ココア様たち。昨日、開店前には戻ってくるって言ってましたけど。私、ちょっと探してこようかしら。でも、お店の手が足りなくなるし。きっと、ココアさんなら大丈夫です。お姉ちゃんに任せてって、言ってましたから。ティーノちゃん！誰だろう？何か言った？いや、僕は何も。ちのちゃん、お待たせ。ココアでした。ココア様。ココアさん、ごめんね。すぐに帰ってくるはずだったんだけど、思いのほか時間がかかっちゃって。
まったくもう仕方ないココアさんですね。それでココアさんは一体何をしてたんですか？それはね、シーノ、ティッピー、どうしてエトワリアに？なんじゃよくわからんが、気がついたらここにいての。そしたらココアがここにチノがいるというもんじゃから。なんとか間に合い、ギリギリでしたよ。キララちゃん、クララちゃん、もしかしてあのウサギさんって。家で飼われているウサギなんだそうです。あっちのラビットハウスではいつもチノちゃんとティッピーは一緒だったんだよ。それでココアさんにお願いされて、先ほどまでずっと召喚を試していました。まったく、クリエメイトじゃないものを召喚するなんて、よくそんな無茶をするよ。私も本当に召喚に成功するとは思わなかったけどね。それにしおじいちゃんのお店と同じとは。そうだ、このお店みんなに手伝ってもらいましたけど。なんか苦しんでる。おじいちゃん、わしの可愛い孫娘が自分の店を作ったなんて感動じゃ。おじいちゃん、でもまだまだです。おじいちゃんみたいな立派なバリスタになるためにはこれから頑張らないと。ココアさん、ありがとうございます。ティッピーを連れてきてくれて。でもどうしてティッピーを呼ぼうと思ったんですか？だってチノちゃんとラビットハウスにはティッピーがいないとね。ココアさん、まだまだですね。うん、さっきまで感謝してたのに。ラビットハウスにはココアさんもいないとダメですよ。まったく、ココアさんは本当に困ったお姉ちゃんです。お姉ちゃん、さあ働きますよ。もうオープンの時間です。待って、千乃ちゃん、今のどういう意味なの？もしかしてお姉ちゃんとして認めてくれたの？違います、従業員としてです。千乃ちゃん、さっきのもう一回言って。嫌です。やれやれ、少しは成長したかと思ったのに。チノとココアはどこへ行っても変わらんな。お、これはなんだろう、背景か。この世界でも可愛いウサギに出会えるでしょうか。まだあのお店がオープンした後の話かな。ココアさん、起きてください。朝ですよ。あと5分。今日もお店があるんですから、早めに準備しないとですよ。ちのちゃんがお姉ちゃんって呼んでくれたら起きるよ。ん？もうずっと寝ててください。お待たせしました。
ココア特製厚切りトーストと当店オリジナルのブレンドコーヒーです。これが夢にまで見たチノ様のコーヒーとココア様のトースト。どっちもお店自慢の品なんですよ。私なんかがいただくのはもったいないです。あ、じゃあ僕がもらっていいかい？誰も食べないなんて言ってないでしょ。まずはあらゆる角度から鑑賞して目で楽しむんです。それじゃあせっかくのコーヒーとトーストが冷めちゃうよ。ではゆっくりしていってください。ゆっくりしていってっていう感じですね。ここはまた寝坊か。はい、本当に困った人です。チノちゃん、どうして起こしてくれなかったの？何度も起こしたじゃないですか。起きなかったのはココアさんです。せっかくバリバリ働く気でいたのに。いつもと変わらないじゃないですか。全然違うよ。だってこっちのラビットハウスはお客さんが多くて忙しいんだから。なに？確かに喫茶店としては実家のラビットハウスより少しだけお客さんは多いですけど。わしの店よりなんだろう、チノの店の方がお客が多い。これです。これがラビットハウスの日常なんですよ、キララさん。確かに。コーヒーを飲みに来ただけでこの光景が見られるんですよ。ダメです。危ないな。ランプは今日も平常運転だね。そう、これが平常運転。リセちゃんも早くエトワリアに遊びに来ないかな。チアちゃんとシャロちゃんも一緒に。そうですね、マヤさんとメグさんもきっとこのお店を気に入ってくれると思います。はい、行こう、チノちゃん。はい、いらっしゃいませ。ご注文は？おー、いい形で終わったかな。乾杯をゲット。後編も全てクリアですね。収集クエスト、オイジャーブレンドを求めてが解放されましたということで、なんだ、こっちでも私のパン魂がた、オリジナルブレンドやっていきますか。今度は月属性か。じゃあ太陽の属性だが、あれ